はい。で、一方アメリカはですよ。プーチン側はジェノサイドが起こってるぞーっていうことで煽ってますが、アメリカはアメリカで、プーチンが戦争を決断したーっつって煽ってます。はい。もうね、しらけてきてますよね、私とかはね。うん。何言ってんだ、バイデンみたいなさ。いや、勝手に言ってろよって気分。うん。まださ、イラク戦争の時の大量破壊兵器がウクライナにあるとか、イラクにあるとかっていう話の方が、よほど、何?真偽はともかくとしてさ、うん、筋は通ってるよ。結果としてはダウトだったわけだけどね、イラクの時は。だけど、まあ、あることを我が国の諜報機関が掴んだんだって言われたら、ああ、そうなんだねっていう話になるけど、ね、プーチンが戦争を決断したんだ、侵攻を決断したんだって、バイデンに言われてもね、これがさ、ロシアの報道官に言われたんだったらわかるよ。ついにプーチン大統領が侵攻を決断なさいましたって言うんだったら、わかりますぜ。X デーはこの日ですってのはわかります、言うとは思うけど。だけどさ、なぜそれをバイデンが言うのかって。それかもしれない。なんだっけ?外交に戻るのは遅すぎるか、遅すぎることないとか言ってるけど、結局なんか証拠がある、掴んでるとかいう話をしちゃってるらしいじゃん、バイデンちゃん。猛禄ジジイがさ、何言ってんだこいつって感じよね。いや、まあ、最初から猛禄ジジイだのは分かってたけど、今更だっつう話はね、脇に置きましょうね。猛禄ジジイだのはみんな知ってると思うけど、ね。うん。だけどさ、だけどさ、煽るにも程度ってもんがあるやん。ね。さすがにこれ言ったら消えられるよっていうところをさ、で、逆にさ、ここまで言われちゃうと、プーチン攻められないと思うんですよ。本当にバイデン戦争したいのかな?煽るだけ煽ってるくせに、それを聞いたやつがどう動くかってことは頭の中にないのかなって思っちゃいます、私は。もしこれを決断した決断せず言われる側だったと私がしたらね。あ、そう、何言ってんだろうな、あいつ。じゃあ、軍引き上げるべって。私だったら思っちゃいますよ。あんなやつの口車に乗って、ね、将兵の命すり減らすなんてねってなっちゃうよ。うん。大体だね、そもそもからして、こう、奇襲をするならともかく。ね。相手が動員してない状況で攻めるならともかく。ね。NATO 側も十分動員する余裕があって、動員を完了してるわけだよ。その状況で攻める価値はぶっちゃけないに等しい。ね。うん。なんだ?いろいろ議論があるけど、例えば太平洋戦争の時のね、真珠湾攻撃だってさ、あれは、まあ、ぶっちゃけ米国にさ、悟られてたよ。悟られてて、空母とか親衛艦逃がされてたし、現地住民にも知られとったけど、たださ、史実からすると、日本側からすると、奇襲するぞっつって言ったわけだよね。うん。少なくとも宣戦布告が、この時間までになりますよって言って、はいたけども、でもそれと同時、それを終わった直後に攻めるなんていう話はさ、普通はないわけでさ。しかもね、陸戦じゃなくて海戦だからなかなか厳しいはずだからね。うん。だそういう動員を完了してた、向こうは完了してないはずだ、頑張るぞっていうのが、普通だったら、初陣ならあるはずなんだよ。だって意表をつかないと攻め上がれないからね。うん。なんか、ガチンコバトルしたってさ、いくら軍隊の能力がさ、2倍3倍あるっつったってさ、ね、限度っつうものがあるよ。自分の出血をね、全くなしにするなんて不可能な話じゃん?ね。うん。だからこう、さっきのロシアのジェノサイドがっていうのもそうだし、このプーチンの決断したとか戦争するぞ、侵攻するぞ、いつするぞ、すぐするぞみたいな、この言動は、正直言って、もうさっきと同じ、ロシアも狂言だし、アメリカも狂言だと思います。どっちも狂言言って、相手が、もうその狂言うざいからやめたっていうか、もう知るかこら、うちば撃つぞっていうのを、お互いに待ってるだけだと思いますね。うん。だから、先端を
を開いた側にはなりたくないんですよ、お互いに。先端を開いた側になった時に最終的にね、勝つ負けはともかくとして、お前から始めただろうって言われるのが嫌じゃん。普通に考えたらお前が戦争を始めてこらって言われるのは嫌だと思うんで、相手に始めさせたいんだよ。お互いに教団を相手に打たせたいんだけど、なかなかにそれがならないから、もうお互いに大見えを切ってさ、ね、単価を切ってメンチを切るっていう現地を切るみたいな、そんな状態になっておりますね。うん、まあどこまで続くか、ぶっちゃけこれが永遠に続いて、永遠とは言わんけど、もうしばらく続いて7で落ちる気が徐々にしてきました。だってこんなね、見えてる地雷をお互い踏むの嫌じゃん、プーチンだってバイデンだって。まあ踏むとしたらバイデンだと思うんですよ、私は。ここまで来るとロシアの侵攻じゃなくて、バイデンがロシアの方に一発撃つっていう方がよほどあり得ることだなと最近思ってきました。うん、あ、かっこバイデンが撃ったとは見せない形でね、アメリカが撃ったとは見せない形で撃つことはあるだろうな、アメリカならやるだろうなっていう風に私は見えてきましたよ。はい。ね。うん。まあ、ね。こう、結局、こう、お互いに潔癖、まあ、ね。ロシアだって、アメリカだって一応キリスト教の国ですから、自分から都川を追いたくないわけで、自分から連合、いや、地獄には行きたくないわけで、そしたらどうするかって言ったら、やっぱ自分は救済、こう、愚勢っていうのに仏教的な発言だけど、救世するために動いてるんだよっていうふうに、こう、お神、ね、母なら、父なる神か、には見せたいんじゃないかなって思うんですよ。うん、皆さんはこのお互い狂言ばっかり言ってて、チートも前に進まないプーチンとバイデンのアホ話、こう、何、腹の探り合いでもないな、お互いの堪忍袋の試し合いをどう思いますかね。もう私はね、ただのギャグとして最近見るようになってきました。はい、さっきもちょっと台振り言いましたけど、パイプラインがうんぬんって話だって、結局ただの陽動な気がしますね。お互いにただ教団を打たせたいがための、こう芝居ね、三文芝居をお互いに打ってる感じがどうもしてなりません。はい、最終的に何もならずに、ただただ何もならずに膠着状態になって、国境、お互いの国境の中で、お互いウクライナの国境の外で軍が待って、そのまま終わるような気が私にはしていますが、皆さんはこのウクライナ情勢いかがお感じになりますでしょうか。ありがとうございます。